フォード化は、欧州フォードが開発、製造する、コンパクトカーである。初代のスポーツモデル、スポート化に対して、イギリス等の一部の国では、奇抜なテレビ CM が用いられていた。これは、車の鼻先に鳥が飛び乗った瞬間、突然ボンネットが開き、鳥を跳ね殺したり、別の作品では、車のルーフ部に登ってきた猫の首を、サンルーフで切断する、といったもの。ただし、 これらの画像処理には CG 合成が使われ動物は死んでいないという。共にタイトルコピーはザカ・エスエビルツインであった。また、この車種の広告ウェブサイトも悪魔のイメージがふんだんに活用されていた。この広告キャンペーンはネットを中心にメーカーであるフォードへの非難や疑問が多く寄せられた。2008年にフィアットと共同開発された2代目が登場。 コストを抑えるためにメカニズムの大半や内外装の一部のパーツをフィアット500と共有している。エンジンは1.2リットルガソリンと1.3リットルディーゼルの2種を用意。生産はフィアット500と共にポーランドのティヒにある工場で行われている。2014年7月に登場した3代目はフォードブラジルが中心となり開発された。 先代と違い全長が約3 0 0、mm、トルも長く、幅が約2 0ト、mm、ルも広くなり、居住スペースとか室が拡大したことにより、A セグメントから B セグメントに格上げされた。ボディタイプは5ドアハッチバックと、歴代初となる4ドアセダンが用意され、初代から設定されていた3ドア車は廃止されている。シムケチで名称が異なり、インドやメキシコではフィーゴ、 欧州圏やブラジルではカープラスを名乗る。ありがとうございます。